した都合のいい仕分けの情報以降にも数々の目撃情報、生存情報があるわけでございます。これは姉の恵みに限ったことではないわけであります。私たちは小学校の低学年で9歳の頃の事件でした。いつもであれば姉が帰ってくる時間がもうとうに過ぎていまして、それで全然帰ってこない。母親がいつもニコニコした顔だったんですが、時間が経つにつれてまあこわばった顔になって、工作園に、車に乗せられてどこかへ行ったんでないかという話がありますが、やっぱりね、一番思い出すのは声がね大きいんですよ。本当にいつももう丸々出してママーって大きな声で呼んだりとか、パパーとかね、でタクテツヤとかってね大きな声で呼んで、そうお願いいたします、早くめぐみさんを日本の国に返してください。